はい、ということで今回の動画は受験相談 SOS なんですが、なんと今回ですね、誰もですね共演者がいなくてですね、あの皆さん予定があって、ちょっと何個かの動画がちょっと僕一人で話すことになりそうです。武田塾チャンネル。やっぱ本当にやっぱ直前期じゃないですか。直前期ですね。センター試験も間近で、はいね、一般入試だってもうね、はい、早いとこだったら1ヶ月切っちゃってますよ。もう本当ですね。もう、うん、本当にクリスマスに戻りたい。大して戻ってないね。大して戻ってないそうですね、直前期のおかげですね、うん、僕が伸びたのは。だからね、まだまだ諦めずに、はい、まあ、その中でね、もし困ったことあれば相談してもらえればということで、そんな受験生の悩みに答えるこの番組は受験相談 SOS。はい、それでは今回の質問ですね、模試などで時間が余り、見直しをした際にあれ違うなと思い、答えを変え自己採点すると、変える前の答えが合ってたってことがよくあります。だけどその逆もあって、答え変えたおかげで当たったということもあります。どうすればいいでしょうかってことなんですが、これはね、正直ね、まあ、自分としてはあんま変えない方がいいんじゃないかなって思います。変える場合だったら明確な根拠がある場合ですね、明らか間違えてたのこれみたいなところがある場合だといいんですけど、なんとなくで変えて、なんとなく間違えた、なんとなく当てたっていうのは結局勘で答え選んでるとあんま変わんないんですよね。で、これよく実際ある話なんですよ、まあ、特に英語とか国語の長文問題とかで結構よくあって、なんていうか、悩んだ問題とかをこう選択肢をこうずっと眺めてると、だん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 こう、あれこっちの方が正しいんじゃないかっていうふうに割と思いがちなところがあって、これよく自分は選択肢に洗脳されるって言ってるんですけど、どういうことかっていうと、本文をね忘れていくんですよ。本文を忘れていって、選択肢の内容ばっかりに目がいって、その本文がこういう内容だったから選択肢の中だとこうだよなって話だったはずなのに、選択肢の中のなんていうか、いい内容として素晴らしい選択肢を選ぼうとしてて、本文と合致してるかどうかで選ばなくなっちゃってるっていうことは結構よくあるんですよね。で、例えばその問題っていうのが、これ本当に合ってるのかな、不安だなっていうのがあったとして、この悩んだ時点で答え変えようが変えまいが、ぶっちゃけ確率ってほぼ半々になってる可能性が割と高いと思うんですよ。で、その時点で答え変えたとしても、なんとなくっていうところしかなかなか言えなかったりはするので、その理由で選んじゃう癖がついちゃうと、結局毎回の試験ごとに不安になった問題は全部最後一旦決めたはずなのにうろうろ悩んでっていうことが毎回毎回出ちゃって、いつまで経ってもその確固たる根拠を持てないままところになっちゃうんですよね。なので、まずその決めた答えに関しては明確な理由がない限りは変えないっていうルールを作って、でその後もしそれが間違えちゃってた場合は、じゃあここ悩んじゃったけどどういう理由で最後決断下さればよかったんだろうっていう、そこからの検討をした方がいいとは思うんですよ。だから模試って間違えるのもやっぱり財産だと思うし、その当たる間違えるに関しても理由がちゃんとあった方がいいと思うんですね。なので、なんとなく解いて、なんとなく当たったり間違えたりで、次回以降にその経験が生かせないってなるのがやっぱり一番もったいないかなと思うので、なので、まあ、結論としては、悩んだ答えは、変えなくていいということですね。練習時点ではね、あまり変えると、それ以降なんか理由なく、ただ悩んだからってだけで変えちゃう風になってしまうので要注意ということですね。はい、という形です。今回は以上です。武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース、毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして、武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら、登録をお願いします。